投げてもらっちゃってて、あのいるかな、アスカ、アスカさん、アスカ、タワーを投げてくれたのに呼べなくてごめんね本当にごめんなさい。気づきました、終わってから。ありがとうございます、ごめんなさい、ありがとう、よかった。ずっとモヤモヤしてたんだよね、ごめんなさいって思って、ありがとね。で今タワー来た方はブンタ、ブンタありがとう、今日来てくれてありがとね、とても楽しかったよ、ありがとね、いて、ありがとう、痛かったな今のは。はい、よかった、すっきりした、もういいやもういいやうん、メール来たよって、よかったね、痛そうな音だった今の、ごめんちゃい。あ、ツイッターの音が、ツイッターの音変わったよね、なんかいつの間に変わってない、なんか前の音忘れちゃったけど、いつの間にか変わってたんよね。今日の仕事終了、うん、もう今日の仕事終了、もう今日はあとみんなと話すだけ、もうお仕事は終了しました。あとメール、でもメールどうしよう、お休みメールだけ送ろうかな、20分ぐらいになったらって思います。チャット、チャットをね、本当にみんなが来るたんチャットを撮ってるよって、そうチャット撮ってるよって、ね、私ね、あれこれ前も話したっけ、チャットの返信が私もさ返信しにくいような内容を送っちゃってるのか、3人ぐらいしかいないんですよ、いなかったから毎回送った時に、あ、3人しか見てないって思って、えみたいな、大丈夫って思って、そう、あとなんか自粛期間っていうか、自粛期間じゃない、なんだっけ、休みが多かったから内容がなくて普通に忘れちゃったんだよね、本当にごめんなさい。マネージャーさんにも怒られたっていうか、くるたんチャット送ってって送ってほしいみたいな、お願いって来て、他のメンバーのチャットをいつも見れないんですけど、チャットを参考にしようと思って、誰かの、だからちょっと何人かのメンバーのチャットを見て、あ、なるほどね、こうやって送るんだっていうのを学んで、学びました。今日勉強してきたよ、みんな勉強してきたから、まあ、成長するかは分からないんですけど、楽しみにしててね。そう、なんかマネージャーさんのやつはなんか全部見れるんですよ、だからそれを見させてもらったよ。ちゃんと送ってくれなくて切ったよ切ったよ、それは私のせいだから、本当になんかまた気が向いたらその方は撮って、動いてそうだったら、ちょっと動いてて楽しそうだったら、また再開して、その無理やり再開してとは言わない、私の実力で再開させる、あなたを本当に面白い、ごめんなさい。タワーが来たわ、やばい、タワーが来たわ、葵ちゃん土日ありがとう、生誕祭も頑張るからねって、はい、ありがとう、今日来てくれてありがとうね、楽しかった、めちゃくちゃありがとう、
大好き、好きって書いてある、大好き、ありがとうございます。危ない、危ねえ、ざわちになるとこやった。ざわちはね、こっちが不意にダジャレを言ってしまったりすると、くるみさんってめっちゃ反応してくるの。そう、誰かがダジャレ言うとなんか、え、今ダジャレ言いました、一緒ですねみたいな感じでね、一緒にされちゃうの。だから危ない、本当に危ない。ザワチが今隣にいなくてよかった。そう、しかもなんか、え、今のじゃダメ、ダジャレすごいですみたいな言ってくるんだけど、それが余計恥ずかしくさせるのよ。そう、すごい褒めてくれ去るんですよ、その先生は、ダジャレ先生は。だからもうその褒められる時間がもう苦痛なのよ。もうこっちはすごく恥ずかしいの、恥ずかしいってなるから、だからもう見つからないようにしなきゃいけない、もし言ったとしても。危ない危ない。ね、楽しかった、本当に2日間とってもありがとうございました、ね。なんかお誕生日が近かったからすごい来てくださる方が多くて嬉しかった。ぜひ今日楽しかった方は、まだ他の部は発売中なので、もう会場はありがたいことに全完売させていただいたんですけど、オンラインがまだまだたくさん余っていますので、ぜひぜひ来てくださると嬉しいです。今日来れなかった方もね、気になって来てくれたらとってもとっても嬉しいです。お願いします。パトカーがね、ありがとう、ね。そう、めっちゃすごかった。今日はお誕生日だからケーキを用意してくださる方がめちゃくちゃ多くてすごい嬉しかったね。でも私食べれないの、なんで。しかもさ、なんかみんなそれぞれのケーキなのよ。そう、本当にずるいです。なんで私のために作ってくれたのに私が食べれないんですか、ひどい。食べたいのに、食べたいよ。でも今日からダイエット期間に入ったので、ね、ちょっと生誕祭ってさ、ずっとさ画面に映るじゃん。だからちょっとでもこの丸い顔をちょっとね、また丸くなったんですけど、ちょっとでもこの丸い顔をちっちゃくっていうか細く、こんぐらいにできるようにちょっとダイエットをしようと思って頑張ってます。でも最近さ、もう怖くて体重計見てないもんだって。そう、でもなんだ、なんていうの、衣装とかを着る時のために、その衣装、この子はこんぐらいのなんか身長でこんぐらいの体型で、ここが細くてここが太くてとかさ、こう長さを測る採寸みたいなものが衣装さんにたまに行われるんですよ。衣装さんが採寸しますみたいな感じで、その時にその体重も測るんですけど、
久しぶりにその時に体重を測ったの。もう今まで怖くて見てこなかったんだけど、意外とそんなだった。太ってなかった。自分の想像よりかは全然大丈夫だったから。でもこれで気を抜いたら太るから、そう、これ気を抜かないように頑張る。うん、あ、また来たかな。ありがとう、ゆうし。ゆうし、オンライン握手会楽しかったよって、ありがとう。私も楽しかった、ありがとう。好き好き、私も好きだよ、ありがとう。花粉症ですか？花粉症です。とても花粉症です。花粉症な上にドライアイだから、もう目がしょぼしょぼすぎて開けてられないの。どうしましょうって。栄養は取るよ。クルタの最近のマイブームって何？最近のマイブームは、でもメールにも書いたんだけど、昔のあの AKB の曲を振り返るのにハマってます。あと MV とかを振り返るのにハマってる。 さっきって昨日はギンガムチェックの MV を振り返ってたよ。なんだっけ、ギンガムチェックってさ、一つじゃないじゃん MV が。あれ、ま、あれ、こないだもギンガムチェックって言った？なんか一つ、一つじゃないじゃん、あのこの間ザワチとギンガム一つの MV を見返してたんだけど、もう一つの方があった気がするんだよね。そのあのなんか教室の方を振り返ってる。なんかカーテンを作るやつ、ギンガムチェックのカーテンを作る方振り返ってました。懐かしいなって。あ、まゆゆさん可愛いなって思ってるよね。お、今踊ってみたい曲、今踊ってみたい曲、それはとても良い質問だけれど、踊ってみたい曲か、踊ってみたい曲、なんだろうな、なんだろう。でも僕たちは戦わないの振り付けがめっちゃ複雑で、なんか難しそうだからやってみたい。戦わないみたいな、みたいな感じだから、ちょっと挑戦してみたいみたいな思ってます。そう、あれ難しそう、めっちゃ。あとはなんだろうね、ちょっと待ってね、いっぱいあるな。あ、でもセーラーゾンビとかこうやってみたい。セーラーゾンビ、イエーイエー、ドゥドゥドゥ。学生の頃っていうか、あの中学生、あ、小学生かな、小学生の頃にセーラーゾンビを見て、あの MV とかを見て振りコピしてたから、小学6年生ぐらいの私は、ちっちゃい私は。だからセーラーゾンビはやってみたいなって思うよ。
うざ、うざはね一回やったことあるよ。一回かな、ハルタンさんバージョンと、あとなんか周年の、周年だっけかな、なんかあのチーム対抗みたいな、 T2 さんとあの H さんと K4 でなんかチーム対抗みたいなしてた時に、そのダンス対決で宇沢はね一回だけやったことある。でもね、あの A メロだけとかサビだけとかで分かれたから、全体を踊ったり、あとポジションを当てられたことはないから、あのポジションをちゃんと当て込まれてやってみたいなっていうのはあるよ。うん、あれ楽しそうだなって。でこう、ゆうこさんと大島さんとジュリナさんがこうやってきて、あのうざの、お披露目、じゃんけん大会だっけな、うざのお披露目の時いたんですよ現場に。でめっちゃあの上がったの覚えてる。おーってなんか男性のダンサーさんがこう囲まれて、メンバーのなんか周りに男性のダンサーさんがいたんだけど、あの私ちっちゃいからメンバーが逆に見えなくて男性のダンサーさんはめっちゃ見えたんだけど、メンバーさんは全然見えなかった。懐かしいな。え、どなたが優勝したやつかな。え、炎あったっけ、わーんってなったっけ、なってたかな。懐かしい。炎って意外とさ客席まで届くよね、ボーって、ね、熱気というか熱いさのがボーって。だからメンバーって絶対熱いだろうなって思ったんですけど、実際1回だけかな、なんかでやったことあるんだけど、炎はめっちゃ熱かった、すごかった、ボーみたいな、なんか電子レンジの真横にずっといる感じ、そう熱いみたいな、やけどするって感じじゃなくて、なんか電子レンジの真横にずっとずっといる感じですよくわかんないと思うけど、なんか焚き火の、え、ガチ炎ではないと思う、なんか焚き火の横にずっといる感じ。うん、すごかった。すごいよね演出って、演出ってすごいなって思う。なんかさ、なんていうの、普通になんかかっこいいダンス踊っててもすごいかっこいいけど、なんかライトとかこうウィーンみたいなさなってたらさよりかっこいいじゃん。あとスポットライトが急にこう集まったりさ、いろんなとこが散りばめられてるのにキューンってさステージにスポットライトが集まったり、そういうさなんか演出照明とかもすごいなって思う。全てが集まってなんか素敵なステージを作り上げられているんだなって思って、すごいなって思う。
ね、いいよね、めちゃくちゃ。あ、すごい、バレンタイン、バレンタインデーキーチュチュ、明日はダダダダダダスペシャルデー。すごい、まだバレンタインあるんだ。ありがとう、マシャ、マシャありがとう。オーダーリー、アイラブユー、ドゥワドゥワ、チュ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 、ありがとう、大好きだよ、ありがとう。チュ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 、ね、バレンタインデーキー、チュ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 、バレンタインデーキー、チュ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 、バレンタインデーキー、チュチュ、リボンをかけてシャラララスティ、かわいい、かわいいよねこの曲。振りもかわいいし衣装もかわいいしね。告白ね、あのバレンタイン公演さ、私ワンチャン今年は来るかなみたいな、ワンチャンあるかなって思ったら、なんとセーフっていう。で後輩が結構選ばれてて、頑張れって思ったよね。ね、意外とさ、なんか、あ、来ないやみたいな、そう、ちょっと申し訳なくなったよね、後輩に任せてしまって。でもね、まあいい経験になったと思います誰誰かな、まあ一回だけ経験しといた方がいい。でもアイドルっぽいじゃないですか、ああいうのやるのって。だからね、いい経験になってたら嬉しいな。嫌かもしれないけど、でも見てるこっちはもうかってなりました。かわいいみたいな、なんか初々しさとなんか可愛らしさとみたいな、全てが詰まって、あ、ありがとうございますみたいな、言われてないのに、言われ、私があのお願いしたわけ、リクエストしたわけじゃないのに、ありがとうございますってなりました。あ、モバメ大丈夫って、ありがとう教えてくれて、危ない、早いよね時間がさ、経つのがさ。じゃあおやすみメールを、じゃあ今写真撮ろうかな、今の写真撮るね。明日はなんとかね、やばい、めっちゃ部屋映る。オッケー、今日もね新しいカラコンしてみたんだよ。え、どっちが可愛いかなこれ、え、どっちがいいかなこれ、どっちの写真がいいかな、うーん、こっちの方がいいかな。今日カラコン変えたんだ、また新しいのに挑戦してみた。これは結構ナチュラルで可愛いね。なんか思った以上に茶色じゃなかった、あのね、ちょい、なんていうの、グレーと焦げ茶みたいな感じで。このカラコンも可愛いのでお気に入りに追加です。うん、待ってね、メール送ってます、ね、オッケー、送ったよ、送ったよ、トゥ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 、スカートおしゃれって、お、モバメ来た、今来た、今来たんだ、今
今多分全身写真のやつかな、は全身写真のやつは9時43分ぐらいに送ってるね。9時43分あのね、時間は本当に送られる時間はバラバラ、めっちゃ早い時もあれば、あ、曲のやつ、曲のやつは47分ぐらい、めっちゃ早く9時47分ねぐらいに送ったかな。あの承認するられる時もあれば、あの結構ね、あのメンバーがたくさん多分送ってる時、時間帯はあの確認とかさ、もういろいろかかると思うから、あの時間がかかったりもします。うん、20時以降のメールラッシュとか多分みんなさ、あ、やばいやばいってさみんな送ってるんだろうな、やばいメールしなきゃって言ってみんな同じ時間にさ送ってるんだよね。で多分確認する側の方々はさ、みんなギリギリすぎだよって思いながらさ、毎回ギリギリなんだよって思いながらこうさ確認してるらしてくださってるんだろうね。あ、タワー投げてくださってる方がいらっしゃるかな。と、シンゴさん、ありがとう、スキーのやつ送ってくれてありがとう、私も好き、ありがとうね、しんごさん、ラブをお届け、ありがとうございます。みんなギリギリだね、もう頭が離れない、バレンタインデーキ頭から離れない、このバレンタインこれボーンってやりたい、どっかここに今残ってる、すごくでもずっと待ってる、ここら辺で、あーちょっとどうにかして、待ってまた歌おうとしちゃった、もういいや歌っちゃおう。私はあのバレンタインは本当はね、なんかお菓子とかさ買って袋に詰めてラッピングとかしてみんなに一人ずつ渡そうと思ったのだけど、ちょっと普通さ買ってから帰るじゃん、なんかスーパーとかからさ、あと100均とかでなんかラッピングのやつとか買って帰るじゃないですか。忘れちゃったの、もうそのまま帰ってきちゃってんだよね私。それで家に帰ってから、あ、明日バレンタイン公演じゃんみたいな気づいて、いやーもう家から出たくないって思ってしまったんだよね。それで、あ、ホワイトデーに返そうって、うん、ホワイトデーに返そうって思って、まあホワイトデーに返すことにしました。はい、なのでまあ、チョコあげてないっていうわけではない、あげる予定っていうこと。でもさ、私学校でもそうだったんだよね、学校でもさみんなさなんか当日に作ってきてさ、わーみたいなしてるんだけどさ、私毎回もらった人にホワイトデーで返すっていうことしかずっとしてない。そう、ワンちゃんも男の子かもしれん、私はいつもありがとうっつって、これお返しなんだけど受け取ってくれるっつって、私は男性だったかもしれない。何
かうん、アリナのねカヌレね美味しかったよ。すごくクルタンは同期だからあげるって言われてくれたんだけど、私あげてないんだけど返そうと思うよ。あと16日の公演でリナがカヌレをなんか作ってみんなにのために作ってきてくれて、で楽屋前の机にねぜひ食べてくださいみたいな感じで置いてくれたんだよね。それもめちゃくちゃ美味しくって、でもすごかったよ。リナの渡し方がもう無言でなんかこう渡してきて、ね、あ、ありがとうって言ったらなんかあ、ぜひ食べてねみたいな、食べてみたいな感じで来るかなったみたいな、うなずいて帰ってって、あーってもうね作業になっているね、仕方なくあげるよみたいな感じでもうしかしたかしたかん仕方なくだよみたいな感じでねくれましたうん、あげてやんよみたいな感じでみたいなで、もう、あ、おめぐみおめぐみありがとうございますって思って家で食べました。めちゃくちゃ美味しかったね。なんかさカヌレってさ下の方がちょっとカリってなってたりさするじゃん、外側が。それが再現されてて、しかも形とかもちゃんと整ってるんですよ。だからさなんかすごいなって、自分とは大違いだ。私もなんかカヌレとか作れる女子になりたいなって思ってはいるんだけど、多分、うん、やらないです。あ、お腹空いてきた。もうカヌレとかみんなが話すから、みんながバレンタインの話するから、もうでも今日はもうダメだよ。今日はもう食べれない、何も。ダイエット中だから、ダイエット中はもうね食べれないです。この時間は、はあ、お腹すく、お腹すくとさ短期になっちゃうからやめたい。なんか親指とかさ足のぶつけたらあーってなる、痛いこの机ってなっちゃうから、そうやめたい。あと限界を、もうお腹空いたの限界まで来るともう喋るのが無理なんですよ。もう無言になっちゃう、こうやってスンってなっちゃうから、そう適度にご飯を食べないと生きていけない。糖分をね摂取しないと。チュ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 、はあお腹すいた、すごくお腹すいたよ、めっちゃお腹すいた。そう、もうこういう時は寝ちゃうのが一番いいの。もうお腹すいたまま寝るのって結構寝るのすごい時間かかっちゃうの、お腹すいてるに集中しちゃうからさ。だけどもう一生懸命寝ることに集中して起きたら絶対に胃が小さくなってるの。だからそれを繰り返すと痩せます。そうなんか寝てる間って脂肪を消化するらしいんだけど、お腹が空いたまま寝るとその前の夜ご飯じゃなくてその
前に食べたものの脂肪を消化するから痩せていく一方なんだって。そうだからみんなもなんかあのあれだよ、ご飯食べた2時間後とか3時間後に寝ないと次の日顔パンパンだったり気持ち悪くなるから 2,3 時間はあげた方が体にいいらしいよ。そう寝なきゃいけないけど、今日はあのお風呂に入ってから寝るか明日お風呂入るか、どうしようかな。うん、でもメイク落とす、どうしようかな。いや今日はまだ11時前だからお風呂入って寝たいから、お風呂中もグーって鳴り響くなこりゃ。そう、なんかプロテインさ昔飲んでたの。プロテインさ多分なんていうの、あのアレルギーではないけどなんか消化しにくいっぽくて、自分の体はプロテイン飲むとさなんかここら辺喉とかに食道があんま通ってくれなくて詰まっちゃうんだよね結構、うって。多分ね向いてないんだと思う私の体は。そう、あと牛乳もね結構ねここに詰まっちゃったりするんだよね。だからねチーズとかも詰まったりするから、そうあんま向いてないかも。うん、人によってさなんか消化しやすいものと消化しにくいものってあるらしいよ、アレルギーじゃなくても。だからその消化しにくいものをなんか判断ってか分かるなんか診断とかがあるんだけど、私は行ったことないんだけど、なんかねそれを食べると太りやすいから、自分の消化しやすいものとかを把握するとダイエットとか成功、ダイエットとかなんていうの、普通に生きてる中で気持ち悪くなったりしにくいんだって。気分が悪くなったりしにくいらしい。アレルギーではない、アレルギーまではいかないかな。アスリートがするって、そうなんだ、すごっ、やばアスリートの考えじゃん私。うん、ここが弱いんだよね私、あの食道が弱くて細くて食道が結構ね困ってしまう。お肉とかさあの結構すぐ詰まったりするから、本当におばあちゃんになった時にあのお餅は絶対に私は食べちゃいけないと思う。うん、お餅は絶対に控えた方がいいと思ってる。お餅とチーズとかなんかもちっとしたものは食べたら終わると思って生きていくよ私は。すごい、なんかすごいレベルってなんだ。こんにゃくゼリー、こんにゃくゼリーも詰まるの？そうなの？こんにゃくゼリーって詰まるの？結構トゥルンってしてない？詰まる方いるんだ。怖いね。なんかこんにゃくゼリーは小さいお子さんが危ないみたいなのは聞いたことあるけど、そうなんだ、危ないね。全部噛みましょう、たくさん噛んでたくさん水を飲んでご飯をみんな食べましょう。
メール来た。おー、よかった、よかったです。あ、お腹すいたわ、お腹すいちゃった。お腹すくと何も考えられないな。なんかみんな聞きたいことはないですか？もうそろそろカラオケタイムに入ろうと思うんだけど、どう？もう聞きたいことない？どう？みんなの調子聞かせて私に。そうね、食べ物の話になっちゃう。もうお腹すくとすぐ食べ物の話になっちゃうから、食べ物のことしか考えれてないからよくない。あ、そう、シャフク楽しみだね、めちゃくちゃ。まさかさ、あの誕生日前のさ、あのお仕事がシャフクになると思わなかったよ私。そう、でも残り2回の回で出させていただくので、とてもとても嬉しいです。ありがとうございます。あのこの間 H だったので、今回は K4 メンバーと、あとひなたんがまだ出れてなかったので、ひなたんが初出演となるので、ぜひ皆さん見に来てくださるととても嬉しいです。いや、私はあのお笑いを見ることは好きなんですけど、自分はお笑いのセンス全然ないから、まあなんか芸人さんのお笑いを見に行くぐらいのちょっとプロ意識はないかもしれないけど、あの気持ち軽いはダメだけど、あのそういう気持ちでやらないと空回りしちゃうかもしれないから、あの迷惑かけちゃうから、面白くないことをしちゃったら怖いから、それぐらいの気持ちで臨みますはい、うん、まあね、後輩がいるから、後輩ね、チャレンジしていこう、チャレンジしていこうよ、頑張れ二人、ロキ生任せた最低先輩あと10代最後にパンスト、あのこういうやつなんだっけ、ストッキングのやつ、顔のストッキング合ってる、はあのさすがに嫌なので、ちょっと気をつけていきたいと思います。まあそういう時はちょっと、まあ先輩にやっぱりお手本を見せてもらわないといけないと思うんですよ。私たち5期生も6期生もね、やっぱり先輩の力を見せていただけないといけないと思うので、まあその時はねんねさんに任せてちょっとお手本見せていただきたいなとは思うんですけど、はい、そういう感じですフフフ完全な逃げ、ずっと逃げるやばいな。いや、先輩だけどさ、やっぱまだ下から2番目だから、下から2番目、ちょっとまだね、まだ勉強は足りないんじゃないかなって思うよね。パンとするとドライアイ治るらしいよ絶対嘘でしょ適当言うんじゃないよどんな理論適当だな。はい、まあ、お楽しみにっていう感じで、見に来てくださる方はぜひ見に来てください。
ぐらいかな。もういい？どう？もう話してほしいことない？どうでございましょう皆さん。これ聞きたいよ、これ貸してみたいな、もうないでしょうか。どうでございましょうか。ひまたぎ配信はやるの？あ、はやらないです。やらないけど、あの22日の夜とかに配信をしようかなと思うんだけど、あのちょっと夜に22日リハがあるっぽいんだよね。リハがあって、でプラスその後にちょっとね、お母さんがご飯をご馳走してくれるっていうことなので、ワンチャンそのお母さんとのご飯が長引いたらあれなので、ワンチャン23になるかもみたいな、あるかもしれないけど、まあ当日の方がやっぱいいじゃん絶対。だからなるべく22日にしたいなって思うよ。そうだね、お母さんとね、そうね、分かり次第連絡くださいやばい、業務連絡みたい、 LINE みたいマネージャーさんみたい、分かり次第連絡くださいコメント欄がマネージャーさんにいるかな。じゃあ分かり次第連絡させていただきます。承知しました、お疲れ様です。竹本承知しました、いたしました。メンバーのグループ LINE かもしれない、メンバーとスタッフさんの硬いな文字が。はい、そんな感じです。あとはございませんか。あとはどうですか、なんか聞きたいことはございませんか。もうすぐね、もうすぐ入っちゃいますけれども、カラオケタイムに。あ、お腹が空いた、お腹が空いたよ。さあどうですか、もういいですか。よし、じゃあ確認事項ございませんか皆さん大丈夫でしょうか。大丈夫そうだね。じゃあ歌います。ネスト、じゃあ何歌おうかな。聞こえますか。バレンタインキス、バレンタインキス今歌うのもう終わったよ、もう終わっちゃったけど、でもね、どうしようかな。4日遅れ、そんな経った、バレンタインから、バレンタインからそんな経ったの。もう1日昨日ぐらいの感覚なんだけど、本当に言ってる？すごいね。ちょっと待って、バレンタインけど、まずあるかを確認してからちょっと勉強させて、ちょっとあったとしても
あやふやすぎて。え、これ本当にそう？これ合ってる？あ、あったよ。え、でもこれなんかすごい、どこ、これ、これ合ってるのかな。じゃあこれどれ、どれが正解。どれが正解なのか。まあいいや。え、歌えるのかなそれってなった時。48グループ以外の歌手の方の場合、出てきた場合はワンチャンバンされるかもしれないから無理かも。渡り廊下の方あるかな。いやー、なさそうだね。あった、渡り廊下。おお、渡り廊下の方がありました。おお、大丈夫だ。渡り廊下バージョンがあった。じゃあちょっと確認をします。はい、ちょっと確認しますので、ちょっとミュートします。オッケーオッケーオッケー、来たよこれ、来た、行くよ。じゃあちょっと遅れたバレンタインキス、はいはいはい。ラララ素敵にキー、特別スペシャルデー、
ありがとうございます。すごい最後癖になりますね。じゃあ最近私が好きな曲を歌おうかな。メールでも書いた曲を歌おうかな。あい、それやばい。チュッ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 。じゃあこれ一瞬だけでも僕のものにしたいよ。100分の1ハートが欲しいんだ。永遠になんて言わないから、いつのことなんか忘れてくれ。友達の彼女なんだって分かってる。それでも自宅にいるのが苦しいよ。キスができたら、君を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 傷つけない。唇触れずキスができたら、
いつものように話していたのに、二人は突然黙ってしまったよ。そんな目をして見つめるから、出会いの順番を忘れるんだ。気がずっと知っているけど、衝動に負けそう。このまま奪ってみたくなる。指さえ触れず抱き合えるなら、僕は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 罪を破る赤丸。指さえ触れず抱き合えるなら、夢で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 叶わないさ、いつか。愛しく思ってる。唇触れずキスができたら、君を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 傷つけない。唇触れずキスができたら、愛を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 諦めよう。ありがとうございます。じゃあもう一曲、もう一曲だけ歌って終わります。この曲大好き。あのスタンドマイクを使うじゃないですか、こんな感じで。それがとってもかっこいい。キミユキミユキミユドゥ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 やってみたいな。ノースウィーブスさんの曲ってかっこいい曲多いからさ、歌ってみたい。うん、どうしようかな。なんか最近聴いてる曲の中になんかないかな、歌える曲。うわ、アンサーも好きだった、めっちゃ。僕にはそれが一つのアンサーと、リラックス。Dear My Teacher、 Dear My Teacher ってあるのかな。ディディタチん赤さ
さすがにないか。なさそうではあるよ。 D ないね。なんだろうな、好き好き好き、前バケツまたバケツ、ギンガムも歌ったんだよねこないだ。なんだろうな、右肩ね。え、右肩歌えるかな。リア J そっちバラード系、みんなバラード系聞きたい、一部の方は聞きたいらしい。バラード系なんかあるかな。でもね、バラード系ってね、覚えるのめっちゃ時間かかるよ。5分ぐらいみんな待つことになるかも。だからみんなね、5分ぐらい待つけどいい？良い。それなら、それでも良いなら歌うよ。結構さ、テンポ遅いのってさ、リズムがさ難しかったりするんだよね。みんな待てる？その間に抜けちゃうんじゃない？じゃあ夜風ちょっと待っててね。
めっちゃむずい、めっちゃむずいよ、めっちゃむずい、ちょっとめっちゃむずい、ちょっと待って、まだもう少しかかります、今 あと半分ぐらい、ちょっと待ってね、待ってる方は待っててね、もうあの飽きたよって方は抜けてください、ごめんなさい。もうダメだ、難しい、本当にバラード系はね、難しいんだよ、全部ゆっくりだから、あれが覚えるのが一応間違えるかもしれないけど、え、これでなかったらどうする、そんなことある？え、ちなみにこれでなかったらどうする？これでワンチャンないかもしれません、大丈夫そうかな、ん？ちょっと待ってね、あ、ないですちょっとないです、
嘘やん。本当に言っている？こんなに練習したのに？ふざけないでよ。え？合ってる？え？本当に言ってる？泣きそう。マジか。こんなに頑張ったのに。ないです。かー。マジか。こんなに頑張ったのに。もういいや。まあいつかのために残しとこう。右肩でってみんな言ってるけど、じゃあ右肩これからやる？ちょっと確認する？ちなみに今から5分ぐらいかかるけど大丈夫？5分ぐらいかかるけど大丈夫かなみんな。ちょっとちょっと、こんなにやって。まあいつかライブでやるかもしれない。またその時は覚え直すと思うけど。いや、もういいです。なんか違う曲歌おう、もう。もう1時間半になっちゃうよ。いや、なっちゃう。で、まあこんな感じで歌詞は覚えてます。こんな感じ。ちょっとね、練習風景をお届けしただけだよね、今。みんなにね、あんまり見せないあのアイドルの練習風景をみんなにお届けしたっていうことで、ちょっと許してもらえないかな。無言の、しかも無言の時間。すごい時間だったよね、今の。なんか簡単な、いつも歌ってる曲歌おうもん。ドキュメンタリーだよね今の。ちょっとね、ちょっとしたドキュメンタリーだったりする。メイキング映像。どうしよう、何にする？な、もうなん、なんでもいいよ。もうなんでもいいよ。順序さえ、ヘタピンク、バケツ、バケツね。わ、ググタスも歌いたいけど、また確認しなきゃ。もうこれからさ、あれだよね、私がさ、歌う曲決めてきて、コメント欄もさ、もう歌ってほしい曲いつも同じだからさ、私が歌うの決めてきて、もう練習してきて歌う方がいいよね。そしたらショールームするの結構時間かかるけど、あ、覚えなきゃいけないっていう気持ちで来なきゃいけないから、ショールームの頻度減っちゃうかもしれないけど。どうしようかな。じゃあノースリーブスさん、ノースリーブスさんの曲歌おうかな。わ、キリキリスジン。あたなかも美しく夜はね。チュル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 。わ、キリギリスジンめっちゃいいな。でももう間違えます。じゃあもう最初に言っときます。間違えます。じゃあ歌います。儚くも美しく夜はまだまだこれからパーティー。
そんな冷静でどうするんだ、生きていたってつまんねえよ。もっともっとバカ騒ぎして夢でも見ようぜ。人生は短いよ、若いのは今だけさ。俺たちのピークは今夜だろう。歌え踊れ、キリギリスよ。貯金なんかなくていい。楽しい日々、楽しいこと使い切るんだ。歌え踊れ、キリギリスよ。明日のことは考えるな。この場先の背もでも役には立たねえ。もう家帰るのか、目には諦めないたくなれる。一回の人生は遊び続けて一度もデパート恋なんかするのもいいけれど、恋もいつかは冷めるものさ。愛しすぎてしまったら自分じゃなくなるぜ。偉くなってどうするの、お金持ってどうするの。俺たちは笑って死んでゆこう。悔いはないさ、キリギリスよ。あれになんかなれないんだ。もしも冬がやってきても歌い続けろ。悔いはないさ、キリギリスよ。どんな欲もキリがないんだ。家に帰るそのタイミングもう諦めろ。長い冬来るだろう、だからどうして季節は巡る。儚くも美しく夜はまだまだこれからパーティいい曲だ。ありがとうございました。今日は、おしゃべりと、練習風景を、無音の、練習風景を皆さんにお届けしました。ありがとうございました。あれ何分ぐらいあった？本当にあの時間結構頑張ったよ。ちょっといつかね、いつかできるようにちょっとまあ願っときましょう。いつか練習風景が使えるように、練習した甲斐があったようにできますように。じゃあ、ランキング読みますね。13位、犬橋さんありがとうございます。
12位ヨウさんありがとう。11位アスカありがとう。10位コウジさんありがとうございます。9位クロちゃんありがとうございます。8位モエピーありがとう。7位ブンタありがとう。6位シンゴありがとう。5位ユウジありがとう。4位昔は美少年さんありがとう。3位ポンさんありがとうございます。2位マシャありがとうございます。そして1位アオイちゃんでした。ありがとうございました。今日は長い時間、こんな長くやるつもりはなかったのですが、長い時間ありがとうございました。それではおやすみなさい。バイバーイ。